3、2、1。よしーよしーだよ。ノインハえもう一回言って。ノインハ聞こえる。なるほどね。そうもう一個は何派なの。どう、あ、なんだ、クルリンパーみたいな。やってクルリンパー。一番後ろ、やばいやばい、ちょっとこれ以上その話はやめてください。うちの鼻がちょっと押さえて押さえて。じゃあいいですか、答えクズハから発表してもらって。ネクタイの男。何その顔。ネクタイピンっていうのこれ。いや細かいな。ネクタイピン。そう、こうネクタイピンちょっと猫になってるの分かります。炙りカルビ。炙りカルビ、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 カルカルビ。じゃあ今妨害食らったのこの左の。いやでも今言えてましたから今。、うん、今のは言えてないね。いや言えてたな、ね、今脇に妨害を食らいながらもう言い切って。炙りカルビ。あ、ね、なんかまあシンパシーを感じる。そう、髪の 白さとか。本当だ。ほら、ね、確かにテレサっぽい。ギザギザ、テレサっぽい。そんな声。いいですかね。OK です。じゃあ。いやでも。せーの。こう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 。何これ。いや、お前、本当に。え、じゃあ、分かった。ドミノしましょうよ。ウェブ的なね。ほい。ほい。ほい。味噌汁。おー、いいね。もう一回、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 もう一回。みそしる。みそ汁。あ、そんな。あー、なんか、みそ汁だせーとか思ってたけど。みそ汁のタイミングで頭バッて戻しましょうよ。みそしる。みそ汁。うわー、なにこれ。あ、みんな、ちなみにあれだよ。俺ら、見えてないけど、下で手繋いでるから、4人で。え、そうなんですか。カナエのセリフまで3、2、1、どうぞ。クロノワール、時を止まれ。布団が吹っ飛んだ。そして時は動き出す。何なんですか。分かんないです、分かんないです、意味が。意味が分かんないです、もう見れないお前の方。見れない、もう無理無理。意味が分かんない。じゃあいただきます。ちょっと、はい、どうぞ。でかいな、エコかかってるよ今。一言目大事。まゆー買いまーす。バスゲームみたいな。なんで俺いつも何も用意しなかった。でも美味しいっす、うん、よかったっすね。何が美味しいかっていうのはもうとにかく俺味が濃いものイコール美味しいだから。一人でそれ楽しんでいいの、お前。いいの。いや、まあ、いや別になんか、あ、そう欲しいとかじゃないよ。いいのかなって、そのクズ派的にね。まあ一応ね、ちょっと手伝ってあげる。じゃあ大変だろうしね、食べるの。分かったよ。一言大事だぞ。どうですか。大事だよ、一言。マイウーン。シルさんもちょっとやってみてください。いや、なんか初めてカナエにこれさせられたかもしれないです。いや、ずるいよ、そんなクロノア TV だけ食べてさ。じゃあ、ね、じゃあ、まあ、ちょっとシルハカも一口どうぞ。一口食べさせて。え、あ、食べますね、じゃあ、うん、ここそこ砕いて、いや違う、クリボー。あー、そこ一緒にね。ちょっとじゃあ、あ、じゃあ煙突部分、クリボー部分をね。お前マジで下手や。豚にいつも取り分けてもらってるから。お前フォークの扱い本当に下手や。大丈夫ですか。でかい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 。あ、いいよいいよいいよ。いきます。はい。ああ、もう手震えてる。うん、スポンジの風味、バターの風味が効いてて、チョコレートの非常にね、上品な甘さが引き立ってて、めちゃくちゃ美味しいケーキですね。
ちょっとあのいいですこれエコーがずるいよね。そうこれエコーの感じがずるいですよね。これ、うん、せっかくいいレビューしてる、すごいちゃんとレビューしてくれてるのに、めっちゃちゃんとレビューしてるのにエコーが、うん、チョコレートのエコーずるいなみたいな、めっちゃ反響してるんですよこっちエコーが。えちょっとずるい、ちょカナ君じゃあ止めそうだけど、あ、いいですか、あカナカナがガックンに、ガックン結構遠いな、いいっす、僕そっち行きますよ僕。あ、せっかくほら、あのあれなんで僕こっちから、あ、いいのかな、いいっすよ、一番おいしそうなとこ行きますよ、はい、あ大丈夫これ、一言目超大事、まゆうお前ら下手かお前ら食レポ下手かてっきり渋谷大学がガチで来る感じがあるけど、まだ眉優で締めるといういや、かなえくん食った感想が忘れられないということで、はいはい、次のコーナー行ってみましょう。次回もぜひ見てくださいね。それではさよなら、せーの、おつのわーい、バイバーイ、バイバーイ。